ケプラー1625ビットアイとは、太陽系外惑星ケプラー1625ビットの周りを公転している可能性がある。初めて発見されたとされる太陽、系外衛星候補である。白鳥座の方向に約8000光年離れている。トランジット法を用いて2017年に発見が報告された。ケプラー1625ビットアイはまだ存在が確定しているわけではないが、 確認されれば、史上初めて発見された、太陽系外衛星となる。ケプラー1625ビットイは2017年に、初めて検出の兆候が報告され、2017年10月から、ハップル宇宙望遠鏡を用いた観測が行われた。2018年10月初旬に、サイエンスアドバンシス誌で観測結果を報告する、論文が発表された。 2018年10月の論文では、海王星程度の質量の衛星による TTV と海王星程度の半径の衛星による現行が示されている。2019年2月に公表された際分析では、衛星の可能性を示唆した。しかし、傾いた軌道を持つホットジュピターが原因である可能性があり、将来のドップラー分光法を用いた観測が可能かもしれないことを示唆した。 また、2019年4月のハップル宇宙望遠鏡を用いた研究では、衛星の存在を示す信号がアーティファクトである可能性が指摘された。この研究結果では、ケプラー1625ビットアイは実在しない天体である可能性があることが指摘されている。また、検出されているケプラー1625ビットのトランジット時刻の変動は、 ケプラー1625ビットアイではなく、ケプラー1625系の別の惑星の引力によって引き起こされている可能性がある。ケプラーによる観測では、そのような惑星は検出されていないが、ケプラーの観測技術では検出できなかった可能性も、ある。2020年8月、別に発見されていた6つの太陽、系外衛星候補の分析が行われ、 ケプラー1625ビットについても行われた。その結果、ケプラー1625ビット愛が改めて衛星候補であることが判明した。2021年10月に打ち上げ予定のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測を予定している。主星であるケプラー1625ビットは、木星程度かそれ以上の質量を持つ太陽系外惑星であるが、 ケプラー1625ビット I は、海王星程度の質量を持つとされる巨大な衛星で、あると推測されている。ケプラー1625ビット I の光転周期は、約22日である。また、ケプラー1625ビット I は、ケプラー1625ビットから平均300万キロメートル離れて光転しているとされる。ケプラー1625ビットは、 木星の10倍の質量で衛星はその1.5%ほどの質量と推測されている。ケプラー1625ビットイの半径は地球の4.9倍である。また衛星はガスが主成分とみられ太陽系内の衛星とは異なった方法で形成されたと考えられている。ケプラー1625ビットイは巨大な衛星であるため孫衛星を持っている可能性もある。 主星である、ケプラー1625ビットの平行温度が 253K であるため、孫衛星が存在している場合は、居住可能であると推測されている。ケプラー1625ビットとケヘプラー1625ビット愛の距離、ありがとうございます。